おはようございます。たまです。とが犬の地やっていきましょう。はい、前回ですね、たけるくんと走り回ったり、初登場のしきさんとプチ一騎打ちをした後、一気に雑魚キャラ ABC に襲われまして、ひどい目に遭いました。で、その後ですね、アキラさんのですね、血をペロッとした、参加者 B やったかな、がうーって苦しいパタってなって、それで結構前回あれだね、いろんな人出てくるわ、走り回ってばっかりだったね。そんで処刑人にね、またね、見つかりそうってビクビクしてたらですね、元民がやってきて助けてくれましたが、あの元民が、まあ、アキラさんね、あのビジュアルがいいんでね、もういろんな人からね、あのお尻を狙われちゃうぞっていうのを暗に、気をつけろよ、気をつけろよって言って、ちょっとセクハラっぽく言われたことに対して、アキラさんどうしようかなっていうところで、おやすみなさいをしました。はい、どうしようで、選択肢の前でね、前回やめちゃったんですが、いや、ここさ、私個人としてはね、もうってしたくない思わず手を振り上げるみたいな。ちょっとさ、そしたらさ、またさ、あの親父だからさ、はっはっはってさ、よせよせみたいな感じでさ、ちょっとイチャイチャできるんじゃないって私思ってんだけど、アキラさんガチで殺しにかかるかな。その方がちょっとほら、スキンシップ取った感が出るような気がして、私は手を振り上げたい。無言でやり過ごさずに。もうプンプンってしたい。そしたら大人の包容力で受け止めてくれると信じてる。思わずってついてるからね。ここにちょっとね、この思わずっていうこの3文字にちょっと心を許して助けてもらったから、軽口叩かれたことに対してのリアクションって感じでね。そう、殺すって書いてたわけじゃないんで、この思わずにかけてみたいです。えい、あ、ほら、かわいい、あ、かわいい、かわいい。これちょっとね、アキラさんね、私受けでやりたいね。だってこんなにいろんなやつからね、あのバックを襲われてるからね、受けよう、この人。だから他の2人だと攻めになりそうなので、こうね、そこまで見せるかどうかは分かんないけどもね。だからこう精神的立ち位置を受けにしたい。ほらほら、ウッドトゥイみたいな。おー思ってた以上に出てきた。あ、よかった、無視しなくて。そうだったんだ。なんかアキラさんがだんだんやむちゃ以下になってきた。わー、セクハラ三昧。話せよ。ねえ、いお前さん、パッと見は大人びて見えるけどな、やっぱ怒ると年相応だな。わあ、あんまりでもさ、頼む、元見、私を引くほどのことはしないでほしいな。セクハラ感強いとちょっと嫌なんだよね、大人のキャラは特にね。散々前のね、ゲームのね、ゆきひろさんでも言ったんだけど。うん、若い子ってのはいいね、うるおうね。わー、気持ち悪い。そうか、こういう感じか。おやじか。ねえ、そうだよ、ちょっと気持ち悪いよ。まあな。せっかくいい声と思ったのに。
まあまあ冗談だよ、マジになるなよ。あ、お手手痛めてるから。こういう時ね、真顔になったりとかしてかっこよいモードに戻るんだよね。どうした？ほら、いや、見せてみろってなるでしょ。怪我してるのか、こっちが。破れてるな。刺されたか。はい、手当てしてください。ああ、でもそんなに深くない。うん、一応処置はしといた方がいいだろうな。ここからだとホテルが近いが、うん、そういや、ケイスケはどうした？リンと一緒にホテルにいる。お前さん一人でこんなとこにいたのか。少し外の空気を吸いたかったから。ああ、気分転換に外に出たら襲われたとか、そんなとこか。まあいい、とりあえずホテルへ戻ろう。ああ、鍵つけるの早くなってきやがったな。俺もうかうかしてられん。ん、またつけられてる。ああ、ま、商売がたきよな。さっきからちらほら見かけるんだ。イグラの裏でも地味に熾烈なバトルが繰り広げられてるってことだよ。他に情報屋さんがいるのかな。情報屋には、うん、情報屋には俺ぐらいの年のやつもいるのかね。ちょっと赤い髪のイケメンが、まあ、同業じゃないが、まあいるにはいるな。気になってるよ。赤い髪のやつとか。赤い髪つがん。お前さん、東島に来たばっかりだろ。知り合いでもいるのか。いや、ちょっとイケメンだったから気になってるみたいです。アキラさんも気が多いんで。いや、別に。知らないならいい。ま、ちょっとしたクセモノはいるな。赤い髪でお前さんくらいの年の、釣り目でいけすかない感じの。うんうん、あいつなら結構前から見るな。だがどうもよくわからんところがあるやつでな。まあみんな謎に包まれてるね。俺も顔を知ってるって程度だ。それにこれまで何か問題を起こしたわけでもなし、深く知る必要はないな。あまりいい匂いもしないし。臭いんですか。匂いなあ、何の旨味もなさそうってな。だったらもっと他の美味しそうなもんにおいちゃんの残り少ない体力と時間を費やすさ。だが急にどうした。別に。おい、釣れないな。聞いといてだんまりかよ。あんたに説明する必要はない。世の中ギブアンドテイクだろ。それに俺を敵に回さん方がいいぞ。うん、なんてな。モトミンね、喋り方がね、ちょっと洋画風なんだよね。それがなんかいいよね。
バーで、多分そいつを見かけたからちょっと気になっただけだ。あと元見相手だとね、アキラさんがね、可愛い子ちゃんになってるね。睨まれでもしたが、あいつ目つき悪いからな。睨まれてるように思うんだよな、こっちは。まあ、そこはあれじゃない、勘違いキャラで行こうか。いやそんなことない、私のこと絶対見てた、今見てたみたいなね。さっき私のこと見てたって言っていこうか。見てた。おい、傷が痛むか。おお、優しい。いや、とっとと行くとするか。おお、ビトロ様の。なんすか。おい、いいよ。来た来た。おい、クソいいよ。シャー、コンプリート。さんテンション高いな。うるせえ。同じことを言ってくれた。キリオさんが言ってくれた。後から説明が来るよね。二人のやり取りがありました、何をやってるのかがこう動きだけで分かんないなって思ってて、そしてそれはこうこうこうでこういうものでしたっていうね感じで文がねなってることが多いんで、最初なんか分かんないんだよね。何してんのってね。そういうあれなのかも、処方なのかもしれないけどね。それで後から説明が出るみたいな。バッカ！ちいちいてめえ！あともうちょっとで全面揃うとこだったのによ！オールコンプリートの夢がブロックもろとも砕けちまっただろうが！知らねえよ。お前が耳遠いのが悪いんだろうがよ。あの声が大きい人はね、確かにね、お耳が悪いパターンあるね。そりゃジジイの方だろうが、おむつかぶって寝てる。キリオさんのことをジジイって呼んでるのかな。なんかこういうのもね、軍司さんちょっとね勝手にあだ名つけるから分かんないんだわ。つーか見回りだっつってんだよ。ジジイって誰のことと思って。だるい。いや、だるそうなテンションじゃなかったよ。だるい人はもっともだるくて、そんなテンションで喋れないよ。だるっていう子って実はそんなにだるくなくて元気よな。若者ってさ、だるいだるい言いたがるけどさ、あいつらは本当の体のだるさってやつを知っちゃいないな。だって元気だもんね。そうそう、もう年取ったらほんま体動けへんねんって言いたなるよな。
く歩けよ。うん、うぜえ、マジうぜえ。何その2人のイチャイチャをなんか見せられただけだったのかい。結構企業軍事ターンだね今回ね。あーこれ不正っぽいな。パクリっぽいけどポチいないからわかんねえ。ワンワンが今日はあれか、ビトル様とイチャイチャしてんのか。なんで連れてくんの忘れたんだよ。そりゃジジイだろうがよ。わラインやってやがる、血がくせえ。やっぱキリオさんのことをジジイって呼んでんだね。あ、そっか、ラインじゃないんだ、ラインなんだ。あ、そっか、今ってさ、ほら電話の方の携帯の方の LINE の発音で LINE LINE って思ってたんだけど、 LINE が出る前の LINE だから LINE なんだ。なるほど、 LINE LINE じゃなくて LINE。 ジジのは？多分当たりだなこれ。タマがいねえからわかんねえけどよ。タマはだからタマじゃねえってな。タマはここにいるけど私もわかんないよ。つうか最近多いからな。だいたいそんなんばっかだろ。そうだよな、みんな不正は楽しいもんな。にしてもゴロ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 よりどり見とれ、ビドロ向きのある。あ、かわいいのね。というか軍司さん全然やっぱりだるくないやん、もう元気やん。こん中にはねえな。全部ゴミ箱行きか。まあそんな人生もあるかねえよな。適当に片付けてっか。あっかいしゃ。ゴミ箱行き発車しまーす。ホットチョコレート飲みてー。飲みてえなあ。なんかあれ、ホットチョコレートのふりした何かなのか、本当になんか糖分が欲しくて飲みたいのか。お前たち、あら、どっから声出してんのビトル様。今日の見回りはカウを連れて行けと言ってあっただろう。あ、カウっていう名前なんだ、ワンワン。ああ知らねえな。ちゃんと伝えたはずだぞ。まったく、拾ってやった恩も忘れて。お前たちはビトロ様ちょっとお姉感出てきたんだけど。拾った。ああ、拾ったね。つうかよ、
俺ら欲しいっつったのパパだったんじゃねえの。パパなんだビトロ様。番犬が必要だったんだよな。ああ、その通りだ。だから私の言う通りに。あんまり強くないんだわあ。何？下克上？俺たちはさ、楽しくていいんだよ。かわいい真ん中で、なんか真ん中でかわいいな。ちょっとビトロ様好きになってきたかも。豊島は今日本一楽しいとこだろ。なあ、腹切り芸者富士侍だろ。なあ、ええかな。2000、このゲーム2000何年だっけな。3年とか4年とか5年とかだよね多分。豊島園はまだあったのかしら。いろいろ面倒だからさ、遊び場用意してもらった方が楽だしな。でもビトロはなんか詰まってる感じがするからよ、こうギュッと絞ったおしぼり的なよ。お、おしぼり。例えがちょっとね、天然やもんな、軍司くんな。名前を短縮するな。あ、やっぱりそう、あの仲良しかと思ったらやっぱり勝手に呼んでたんだね。私ももう定着してビトロ様って呼んでんだけど。空っぽになったらおさらばだけどな。こら、お前たち待たないか。お前たち学級崩壊してますよビトロ様。それこそあの孫悟空の輪的なものつけてんのかと思ったら結構放置してたんだねこの二人はね。まったくあいつら、この私の命令を無視してばかりで本当に外見同様可愛げがない、なさすぎる。ビトロ様でもさ、ショタ風が好きならさ、アキラさんよりリン君のが好きそうなイメージなんだけどね。ワンワンがね、可愛い系だから。キーってなってる。こうなったらいっそのこと解雇。あ、いや、あの二人の代わりなどそう簡単には見つからんだろうしな。有能なんだね、一応。しかし、アルビトロ様、そろそろお休みになられた方が。ん？ああ、そうだな。肌が荒れてしまう。それに、明日の業務に差し支えるからな。うん、まあ仕方がないか。急にアルビトロ様も小物感が出てきたね。え、おっさん、アキラ随分遅いなと思ったら
なんでいんの？いちゃ悪いか。俺は見つけて拾ってきただけだ。アキラ、顔色悪い。ケイスケ、アキラの傷をペロペロしちゃダメですよ。死んじゃうよ。そういや、なんかそんな感じするね。おっさんも一緒ってことは、なんかあったの？右腕を刺されてる。え？大した怪我じゃないけどな。どれ、見せてみろ。消毒液と包帯取ってきた方がいいよね。ちょっと交換してくる。うん、頼む。ああ、そんなにひどかねえな。バイキンさえ入らなきゃすぐ治るだろう。痛むか？いや。どうか、なら大丈夫かな。お待たせ。はい、これ使って。うん、悪いな。慣れてるな。うん、ちょっと経験があるからな。お手のもんや。お医者さん、元お医者さん。で、何があったのさ、一体。指揮が出たってんで、殺気立ってる連中にタグ取り挑まれたらしい。指揮？おお、リン君が反応しちゃうよ。ああ、あいつね。神出鬼没、レアモンスター天然記念物。むちゃくちゃ言うなおい。タグ取りって、タグ取られたのか？え、逆に取ったらしいぞ。うん、と、これでよし。嘘、本当？ああ。てことは初勝利じゃん、おめでとう。ケイスケのことちょっと重いと思いつつ、もうケイスケが汚れていくのも嫌なんだよね、きっとね。やめろよ。
何笑ってんだよ。言いたいことがあるならとっとと言えばいいだろう。何言って聞きたいんだろ。俺がやり合った相手を殺したのかどうかって。だったら聞けばいいだろう。責めたければそうすればいい。ぶつかってくればいいだろう。そんなこと。アキラやめなよ。俺はアキラが望んでいたことだし、よかったと思って。俺が望んでたとか関係ない。お前がどうなのかってことを聞いてる。これもね、あれだよね、イラつくんだよね。好きだからなんですけどね。お前昔からそうだよな。何も変わってない。もし俺が死ねって言えば死ぬのか。俺が望んだからってお前死ぬのかよ。アキラさんでもこっちの方に考えがいくからまだいいんであって、だんだんほら、まあ女の子でもそうなんだけど、相手が好きだから。ケイスケさんがね、女の子っぽいっていうのはさ、そういう女の子もいそうじゃん。片思い度っていうか、まあお付き合いしてるにしても片思い度が女子の方が強いから、男の子の方の言うことばかりを聞いて優先してしまうっていうのに対して調子乗ってくる。それでほら、顔色ばっかり疑う彼女ちゃんになっちゃって、それで男の子がね、もう自分の言うことなんでも聞くっていう形で調子づいてきてね、モラハラ臭出てくるじゃん。アキラさん今ね、これに対してイラついてんだけどね。そうやって自分殺して何か楽しいから、何でも意見優先してもらえて俺が喜ぶとでも思ってんのか。これ喜ぶ人もいるっていうか、だんだん麻痺してきて、低く扱ってもいい、軽く扱ってもいいっていう感じでね、扱ってこられちゃうから、あんまりやっちゃダメなんだよね。でも恋愛初期は優先しちゃってね、機嫌取りたいし、嫌われたくないから、それでやっちゃうと、アキラさんはここね、それおかしくないかってね、こっちが言ってくれるのってね、まあとっても貴重だよね。アキラ、ちょっと言い過ぎ。いい加減にしろよ。お前見てるとイライラする。泣いちゃうよ。俺は圭介くん、やっぱ闇落ちしそうなんだけど、心配。ちょ待てよ。追わないと。待て。あ、こっちが言った。なんだよ、おっさん。いくらお前でもこの時間に走り回るのは危険だ。分かってるだろ。だって、じゃあケイスケはどうすんだよ。意外とすごい強運の持ち主なんですよ、ケイスケさんは。これアキラのセリフ？モトミンのセリフ？どっちだろう？
戻ってくるかもしれないだろうかな。選択肢難しいな。どうね、優先したらいいのかが分かんないし、かといってあまりにひどいことを言いたくないしな。戻ってくるかも。戻ってくるかもしれないだろう。バカ！これもなんともね、ほっとけよの方が良かったかな。結構情が映ってんだね、リン君ね。とりあえず少し休め。疲れてるんだろ。夜が明けたらケイスケを探そう。あ、ケイスケ走ってる。あ、違った違った。私もケイスケが走ってんのかと思ってたよ。タケルくんの方でしたよ。あ、タケルくん地味に方向音痴なんかな。いつも方向感覚失ってそうなキャラやんな。はい、また追われてるの、処刑人に。ああ、何 PS2 で言えるんですかそれ。またあの微妙にぼかしてるとね、私がね推理しなきゃいけないんだよね。 PC 版ではどうだったんだろうみたいなのをね。そういうこと。この発展場的な感じ。はあ、こういうのがね、あのぼかされてると思うんで、はあ、ああなるほどね。こびしめながらとかが好きな人なのかな。あ、へえ、なんで、あ、タグが欲しいから。おう、あ、アキラくんみたいな容姿じゃなくてもいいわけだね。なんかすごい発展場的なあれだよね。そんな人取説にはいないな。モブですかね。はい。
ケルコンなんか死にそうね。大丈夫かな。真ん中あたりで死にそう。こんな生き方してたら。わあ。処刑人に見つかっちゃったってこと。ケイスケ誰？あーやっと出てきたね。ハテナの方。この人がイルレさんじゃないのなんて勝手に思ってるんだけど、違うのかな。なんだてめえ。なんなんだよ。俺になんか用でもあんのか。辛いだろう。あ、喋ったよ。四季さんまだ声出してないのにこっちの方が先に喋った。おう。はあ？何言ってんだよ。意味わかんねえよ。気ばかりがせいている。こんなことをしている場合じゃないのに。なんかビトロさんとこんなところでうずくまっている場合じゃないのに。喋り方似てる。ビトロさんと喋り方似てるんだけど、この人も。てめえ。なんか結構歩いてるけど、音は。来るな。わあ。怖がらなくていい。いや、怖いです。もう疲れたんだろう。あ、死んじゃいそう。なんなんだよ。
俺はお前だ。俺？そう、お前だ。もう楽になりたいだろう。死ぬのはごめんだ。死ななくてもいい。ただもう少しだけ力があれば楽になれる、解放される。すべてを凌駕する力。こっちが闇落ちしそう。私ケイスケさんがこの系統でね、あの力を与えよう的な感じで闇落ちするのかななんて思ってたんですが、そうそう、力が欲しいか。欲しい。すべてを凌駕する力。すべてを凌駕する。お前を見下す者、見返してやればいい。あー、やっぱりそんなヤクルト配るみたいに持ってきてくれた。ヤクルト1000があるんですよって感じで、めっちゃよう眠れますよ言って。わーい、一本いっとくって渡されちゃったよ。あ、ケイスケさんとこにも行きそうね、ヤクルトの人。腐ってやがる。え、ラインが？ラインだ。ラインって言っちゃうね、やっぱり。あー、あー、こっちはあれかな、妹ちゃん好きだったのかな。妹ちゃんの部分がないんですが、あれかな、妹ちゃんね、
妹の十字架だって言ってたのに、今の説明に妹ちゃんないってことは、妹ちゃんもなんか買われてるんかな、カットされてる、あのなんか PC 版のねカットされてるところを読んで脳内補完する人に今ねなってるから深読みしすぎちゃうんだけど、妹ちゃんのことがね出なかったんよ、妹がーってあんなに言ってたのに。だからあの妹ちゃんはなんか売られちゃったのかなとか思ったんだけど。ああ飲んじゃうよ。どれぐらい効いてるものかによってさ、今飲んでももったいない気がするんだけど、あのここぞという時に。わあ飲んじゃった。わあ。お月様久しぶり。お兄ちゃん。あ出てきた出てきた妹ちゃん。ゆかりちゃんだって。眠れなかったのか。明日は起きられないぞ。早く戻って寝ろよ。どこ行くの？汚れるぞ。お母さんも病院に行っちゃって、お父さんとゆかりだけになっちゃうよ。お兄ちゃん帰ってくるの？ああよかったよかった。私はね偉人さんに連れられて行っちゃったのかと思ってたよ。で PS2 のあれに引っかかってねふわっとされてるのかと思ったよ。兄ちゃんとゆかりと母さんと父さん、また仲良く一緒に暮らせるように頑張ってくるから、帰ってくるからな絶対。お兄ちゃん髪の毛立たせてない？うん、ゆかり待ってるね。お兄ちゃんこれあげる。お前これあげる。大切なものだろ、ちゃんと持ってろよ。いいの、お兄ちゃん持って行って。お母さんがきっと守ってくれるよ。ありがとう。またみんなでどこか遊びに行こうな。豊島園に行こう。うんうん、それじゃあ行ってくるから。兄ちゃんが戻るまでいい子にしてるんだぞ。うん、行ってらっしゃい。
はい、タケル君のね、ちょっと過去っていうかね、背景が見えましたね。タケル君がもうね、死亡フラグが立った気がします。はい、そんでケイスケ君のね、闇落ち感もアップしてます。ケイスケ君もね、ヤクルト戦に手を出してしまうんでしょうか。はい、それでは今回はこの辺でおやすみなさい。タマでした。